慶応義塾横浜初頭部は神奈川県横浜市青葉区にある私立小学校。慶応義塾が設置、運営し、慶応義塾湘南藤沢中東部、高等部、慶応義塾大学と連携して、小中高大一貫教育を提供している。慶応義塾創立150周年記念事業の一貫として、2013年4月開校。当初は横浜市青葉区の同校地に、 小中一貫校を2011年4月に開校する計画であったが、小学校のみの設置、慶応義塾湘南藤沢中東部、高等部と連携して、小中高一貫教育に改定された。男女教学で1学年は108人の3クラス、編成である。2017年入試では、全国の私立小学校で、志願倍率が1位である。 体験教育事故挑戦教育言葉の力の教育2007年4月25日に発表された青葉区学校予定地活用事業者公募事業の提案選考において同年10月18日に私立学校3法人から優秀案として選ばれた横浜市青葉区の枝駅徒歩10分に約3.8万平方メートルと近隣に 1> 約1.5平方キロメートルの高地を取得。公募のテーマである地域貢献策として、グラウンドだけでなく、行動などの施設も地域に開放し、防災拠点としての施設面での貢献策、人づくりとして、公立学校職員との交流、連携、街づくりとして、地域の環境整備や地域コミュニティ創造への計画など、学校側から地域に対しての提案が高く評価されている。 地上4階建てで2つの校庭とビオトープがある。図書館、公道、食堂、和室や書道室などが備えられている。また、毎年1学年ずつ生徒募集を行うなど、段階的かつ緩やかな事業拡大を想定しており、地域や交通機関への負荷が急激なものとならず、また、児童生徒数も小中一貫教育のコンセプトとしての質を、 確保するようにしている。一時試験、二次試験からなる。一時試験はペーパー試験でおよそ30分、6分野から出題される。受験生の数はおよそ3分の1に絞られる。二次試験は90分で慶応義塾幼稚者の従来と同じ形態で試験が行われる。早生まれから順に徐々に内容が難しくなるため、月齢の考慮はあると言える。 運動、行動観察、絵画制作の順に行われる。2018年度の受験結果は、志願者、数千373名、最終合格者108名であった。卒業生は、初等部長の推薦により、慶応義塾湘南藤沢中等部に進学することが原則とされる。横浜初等部と湘南藤沢中等部、高等部の両校は、 小中高一貫教育を行うことから、教員が互いに一部の授業を兼務で担当するなど、交流、連携が行われている。ありがとうございます。